私の依頼聞いてもらえるかしら。聞かせて。言わなければわからない。言ったとしても伝わらない。だからその答えを口にするべきだ。その選択をきっと悔やむと知っていても。聞いていいか、お前の話。ちゃんと考えて納得して諦めたい。私が自分でうまくできることを証明したい。そうすればちゃんと始められると思うから。本当はずっと昔から気づいてた。私はそこへ行きたいんだって。だから本当は本物なんて欲しくなかった。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。カン、4月から放送開始。